皆さん、こんにちは。ツッコミみごドです。アナと雪の女王2に、に2つ、2番目の映画を <laughs> 見てきました。レビューするんですけど、できるだけネタバレ、バダダ、ネタバレになれないようにしますんで、安心してください。アナと雪の女王1は2013年にあの公開されて、もう世界中に大ヒットしました。世界中の子供たちも大好きで、もうアナと雪の女王1の曲はもう飽きるほど、 聞いてるからね <laughs>。で、本当は海外ではフローズン、まあ凍っちゃったという意味の言葉、フローズンで公開されたんだけど、なんでかわからないけど、日本だけでは「穴と雪の女王」っていう名前付けられたんだけど、なんでなんででしょうね。フローズンでよかったと思ったんだけど、まあまあまあ、そして「ナと雪の女王」は、まあ、1位で、2013年に公開された映画でもう完結。 したはずなんだけど、もうここまで売れたらもう2を作るしかないということになるんです。まあディズニー会社がもうちょっと稼ぎたいということで、アナと雪の女王2が公開されました。<laughs> そして今回も一と同じ監督者、ジェニファーリーとクリス・バックスという2人が監督になって作ったんです。アナと雪の女王2は、あの、とりあえず映像がすごく綺麗。やっぱり技術が上がってきてる。 Uh, CGI とかなんか映画館で見て本当になんか圧倒された。もう景色も美しいしなんかすごく迫力がありました。それだけでもうすごいなと思って。それと今回、アナと雪の女王の世界があの今回の映画で結構広がる。世界観もすごく良かったし、1よりあの魔法とかそういうところに触れるからあの見てて結構面白かった。でも今回の映画で俺一番好きだったのはその 何ていうその不思議な雰囲気これは不思議な魔法の世界です。という、そういう感じを保ちながら、あの、話が進んでいった。なんか、たまにそ,その神話の話、なんか昔のギリシアの神様たちとか、なんかそれについての映画、ハリウッドが作って、なんか全然そういう神話とかそういう不思議な感じがなくなって、普通の映画。でも、あのとゆきの女王では、 本当にシーンは見てる感じだった。なんか不思議な生き物とか不思議な戦いがあって、俺なんか何見てんだと思って。でも1より全然暗くて怖いシーンもあって、まあ、俺なんか見ながら小さい子供たちはビビるやろうと思って。でもまあ大人の私にはそれはいいところだった。そういうちょっと暗いシーンもあって、なんかそういう不思議なとか理解できないあの生き物 <laughs> ができて、 すご、すごく良かった。でも、アナと雪の女王2は、重大な欠点があります。それは、ストーリーが、結構適当 <laughs>。あの、1は、エルサの力が暴走して、どうすればコントロールできるとか、なんかはっきりして、目標があって、なんか、冒険感もあって、すごかったけど、2は、冒険感はすごいけど話、話 の流れが分からなくて、映画の中の時間の流れがちょっと曖昧で、その場所との距離とかなんかぜ全部さ、なんかはっきりした物語じゃない。それがちょっと残念だったな。そして他のキャラクター、もうちょっと行かせたらいいなと思ったんですけど、まあ、エルサだっけ、エルサだっけめちゃくちゃかっこいい。もう最初から最後までエルサだけもうよ。<laughs> それすごく良かった。もう強い上にめちゃくちゃかっこいいし、なんか、なんか不思議なドレスも着てて、めっちゃ戦ってる時とか、動いてる時になんかすごい体のラインが見えて、それがすごくセクシーなんだけど、でも頭と顔のバランスはさ、あの、子供っぽいじゃん。幼い感じだから、なんか見ててなんか、ちょっとわからない気持ちになって、なんでそのボディがそんなにセクシーなのに、顔がなんか、ね、エルサ。<laughs> っていう顔で、まあ、自分はちょっと違和感あったけど、ね、<laughs> 余計にセクシーな体しとるからね。<laughs> でも、エルソーはかっこいい。だから、全体の映画としては、まあ、1の方がよくできてると思うんだけど、俺は2の方が好きかも。あの、話は、ま、あま、ま、決定、まあ、ね、明らかな決定もあるんですけど、やっぱりその世界観と、その、不思議な気持ちにさせてくれるのが、 すごく好き。なんか1位より全然魔法の世界を感じるから、子供の時さ、何でもなんか魔法とか不思議な世界に感じるんだけど、大人にな、にな、ブブになっていくと、そういうのが消えるんだけども、本当に見てる時に、俺また子供になっちゃって、世界って広くて不思議やなってなんか思いながら見てた。それが良かった。で、まあ100点の中だと、うーん、どうしよう。100点の中で 80? ぐらいかな。多分1位は100点の中の 90? 与えちゃうんだけど、俺2の方が好き。なんか、ちょっと変なこと言ってるけど、映画としては1ができてる。全然そっちの方ができてるけど、2は好きだった。ともかく映像がすごく綺麗だから、映画館で見るべきだと思う。私のレビューでした。みんな、またね